はい、どうも、メンヘロジさんです。メガネ、新調してまいりました。ちょっと下縁がないのでね、壊れるかもしれないんですけど、まあ、なんとかこれで、やっていこうと思ってます。というところで、まあ、先ほど、まあ、動画上げたんですけども、今、ユーザー、まあ、通報しますという話だって、で、まあ、今後動画をどうしようか、まあ、来週、まあ、ないし、年明けぐらいにですね、まあ、通報するんであれば、会社の方に行くんかなというところではあるんですけども、まあ、それで、何かしら、言うたら、まあ、恐れてですね、動画出さないよりも、今、もう言うたら、チャンネル登録とか、視聴回数っていうのがすごい盛り上がってる、中でですね、何も出さないっていうのは、今のおじさんにはできなくてですね、何らか出していこうかなというふうに思ってます。で、まあ、もし、チャンネル閉鎖とかになるんであれば、まあ、多分ならないと思うんですよね。該当の箇所消せっていうような話にはなると思うんですけども、まあ、そうですね、チャンネル閉鎖になりそうやったら、まあ、会社の、言うたら、まあ、自分が録音してる音声とかをですね、出すなりして、まあ、対処しようかなというところではありますけれども、というところですね。まあ、懲戒解雇されない限りは、なんとか YouTube 自体を続けたいなというふうに思ってるところでございます。まあ、正直ね、50人、100人やったら、YouTube チャンネルをね、閉鎖するっていうことも、まあ、一つの案としてはあるんですけども、正直、ここまで言うたら期待が持てるようなチャンネルになってしまった以上、これ取り上げられるのは、正直きついですね。今、320人、登録者いますけれども、再生回数が、なんかもう13万回再生ぐらいいきそうなんですよね。っていうようなところであったり、まあ、これしかも、ライブ配信全部非公開にして、上でのですね、まあ、言うたら、数字なので、だいぶ、言うたら、まあ、少なめに見積もっての数字だと思ってます。っていうようなところがあるので、まあ、このチャンネル自体を閉鎖してですね、また、うつうつとした状態で下向いて仕事行くっていうのはちょっとできないなと思ってございますので、動画、まあ言うたら行けるところまでは続けさせていただこうかなというふうに思ってます。まあ言うて、まあ本当に最近のアップロードで言ったリミックスポイントの話であるとか、あるいはその、言うたらまあいろんな新聞記事であるとか、いうのをですね、ちょい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 出してるというくらいだと思うんですよね。まあ、あとは、まあ、おでん屋行ったりとか、ライブ配信しますとか、で、まあ、あとニュースですよね、っていうのをやってる感じだと思うので、そんなね、突っ込めるような話がないと思うんですよ。てか、それ突っ込まれたところで別に、ただの Vlog なんで、特に誰かしらをけなしてるわけでもなく、っていうような感じだと思うんですよね。うん。というところで、まあ、OK でしょう、というふうに自分の中で、まあ、ちょっと寝転びながらですね、まあ、いろいろぐるぐる考えてたんですけども、まあ、ええか、というところで、今動画投稿しております。で、まあ、あと、数日、かな、まあ、あと2日かな、28で終わりなんで、というところで、まあ、クソ寒いですけども、なんとか、まあ、耐えて会社行って、で、また、夜に動画投稿しようかな、というふうに思ってます。あと、そうですね、ちょっと精神科の薬取りに行くのがちょっと遅れているので、遅れているというか忘れてたので、それ取りに行くのと、あと、歯医者に行くのと、ぐらいかな。それやったらもう、実家に帰る感じでございます。で、実家に帰って、まあ、なんだ、証券口座の、言うたら、引き下ろしができる口座の設定とか、親のやつをやらなきゃいけないんで、それをやって、っていう感じかな。あと株の話、ですよね。遺憾の話もそうですけども、まあ、こういう、なんていうんですかね。まあ、相続関係、の話で、ちょこちょこ、まあ、お金を移動させなあかんというような話になってくるので、その話ができるかどうかとか、ね、いろいろ、ちょっとまあ、考えないといけないなというふうに思ってるところでございます。で、まあ、そうこうしてるうちに多分年越して、で、まあ、またベラ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 喋りながら、登録者が増えたりとか、あと再生数が増えたりとかっていうところを見ながらですね、また、ニュース記事であったりとか、まあ、株の状況であったりとかっていうのをお話ししていくかなというところではございます。はい。というようなところで、まあ、そうですね。ちょっと今、メガネの動画ちょっと合ってないから、引き気味で喋ってますけども、ちょっとまだ合ってきたらですね、言うたらポジショニングはちょっと考えます。今、まあ、特に雪が降ったりしてですね、ちょっと目のところになんかちょっと、なんていうんですかね、まあ、ちょっと動画上がったっていうのもあるんで、ちょっとまだ
見苦しいって言ったらあれですけども、自分がちょっとピントが合ってなかったりとか、目の疲れとか出てきて、難しいところがあるんですけども、まあ、その辺は、おいおいやっていくというところでございます。うん。っていうところですかね。まあ本当に、まあいろいろされるかもしれないですけども、今自分にできるベストは何なのかとか、あと、まあチャンネル運営、ですよね。まだ副業とも言えない、1000人にも登録してない弱小 YouTuber として、何かできることがあるかとか、あるいはまあ、皆さんの、なんですかね、まあ、癒しというか暇つぶしとしてですね、コンテンツを作ったりとか、あるいはその、相談事、まあ、昨日も相談事あったりとかもしたんですけど、そういうものの、解決であったりとか、あと、お手伝いとか、させていただけることがあればですね、おじさんの方でなんかまあ対応したりとか、あるいはまあ、人が紹介できるんであれば人を紹介したりとかですね、そういう形で、対応できればなというふうに思ってございます。で、また、大阪の方市中感染かな、コロナの市中感染があったので、またちょっと外に出にくいような時期にはなってくると思うんですけれども、まあ出にくいなりにですね、いろいろまあ、コミュニケーションを取らせていただいて、また、いろんなものをですね、提供できればなと思ってございます。まあ主に、株の話と、まあ婚活の話っていうのはちょっとなかなか難しいかなと思ってるんですけども、まあ、こういう話がありましてっていうような、まあ言った自分の過去の話とか、を含めてですね、まあいろいろ喋っていこうとは思ってます。はい。できるだけ、まあ、創作とかではなく、まあ自分の経験談からでいろいろお話できればなというふうに思ってます。うん、そんなところですね。まあいろいろちょっと喋りながらあっちゃ行ったりこっちゃ行ったりしたんですけども、まあトータル今。通報するというふうに言われてるけども、まあ、自分のできることをですね、その時その時でちょっと対応させていただいて、チャンネル運営させてもらえたらなというところと、あと、まあ、相談とかお悩み事とか、まあ、おじさんでね、対応できることがあれば、全然対応しますのでよろしくお願いしますというところでございます。ちょっとチャンネルを閉鎖するっていうのはね、この人数、320人集まった、チャンネルであったりとか、あるいは今のチャンネルの再生回数の伸びとかを考えたら、ちょっととてもじゃないけれども、これチャンネル閉鎖するにはちょっと押しすぎるので、で、しかも、何ら会社に言ったら、後ろから刺されるようなことはしてない、という認識でもおりますので、まあ、もしそれが会社と認識が違えば、会社が指示してきたものに対しては消そうとは思ってますけれども、まあ、そうでないことに対しては一定言い返すことはできるかな、というふうに思ってます。うん、まあ、懲戒解雇されない限りは多分、まあ、チャンネル閉鎖することはないと思うんですけども、まあ、そんな感じでちょっとやっていければな、というふうに思ってございます。以上です。